本日のストップ高銘柄はこちらになります。一つずつ解説していきます。レクストは、ゲームソフト、書籍、文具、雑貨、化粧品などの販売及びフランチャイズ事業、携帯電話の販売、音楽、映像ソフトコミックのレンタル事業をしている会社です。急騰した理由は、自社の株主をライザップグループのみとし、株式を非公開化するための手続きとして株式併合を行うと発表し、一株400円で買い取る予定だからです。エクスモーションは、システム及びソフトウェアに対するテクニカルコンサルティング、及びエデュケーションサービスをしている会社です。急騰した理由は、2022年11月期の営業利益を 39.2% 増加に上方修正したからです。太陽物産は、食肉関連事業をしている商社です。急騰した理由は、上場廃止の猶予期間入り銘柄から解除され、株主の敷島ファームが臨時株主総会の招集を請求したと発表したからです。キャリアは、働きたい高齢者と企業のマッチングをするシニアワーク事業と、介護市場に対する看護師、介護士などの提供をするシニアケア事業をしている会社です。急騰した理由は、ワクチン大規模接種会場の再設置と報道され、看護師派遣銘柄が注目されているからです。川本産業は、衛生材料、医療用品、医薬品、介護用品、育児用品、安全衛生保護具、医療品等の製造販売及び仕入れ販売をしている会社です。2連続ストップ高となりました。急騰した理由は、新型コロナウイルスの感染再拡大により、コロナ対策関連銘柄として注目されているからです。毎日、ストップ高した株の解説をしています。今後も継続してほしい、また見たいなどあれば、ぜひ、チャンネル登録、高評価、コメントをお願いします。